第1レースサラブレッド系2歳シンバ距離 1000m の出走馬をご紹介いたします。1番ラブーシュカ、馬体重 475kg、 初出走、石崎俊騎手 54kg。 2番スズランステージ、 460kg、 初出走、戸崎啓太騎手 54kg。 3番コーザンフォルテ、498kg、 初出走、真島大輔騎手 54kg。 4番アエノワンピース、 418kg、 初出走、三鴨と森文騎手 54kg。 5番レオン、 464kg、 初出走、今野忠成騎手 54kg。 6番フィルハーモニー、 475kg、 初出走、横川レオ騎手 52kg。 以上6頭です。TCK の新ファンファーレです。 TCK25 周年アニバーサリーのサンタニタウィーク、今日から木曜日までの5日間連続開催となります。今日は25周年のトゥインクルバースデー、ババコンディションの発表はやや重となっています。第1レース、サラ系2歳の新馬戦、6頭のデビュー戦です。距離は 1000m、 6番のフィルハーモニー、これが最後の枠入り、促されていって収まります。デビュー戦の6頭が揃ってスタートしました。ほぼ揃っています。好スタートを見せたのは1番ラブーシュカ、その外側からかわしに行こうというのは2番スズランステージ、さらには4番のアエノワンピースがこの2頭についていきます。あとはちょっと離され加減で3番のコーザンフォルテ、並んでくるのが5番のレオン、さらに外を通る6番のフィルハーモニーと前の3頭後ろの3頭に分かれました。さあ前は第3コーナーのカーブ、1番のラブーシュカ、1馬身のリード600を通過、2番手2番のスズランステージをかわして外から4番のアエノワンピースが1番ラブーシュカに迫っていく。あとは3馬身から4馬身差、ムチが入って3番のコーザンフォルテが4番手。さあ前の3頭が横に広がって直線コースに向きました。外から4番のアエノワンピース、内を通ってスズランステージラブーシュカの内枠2頭、この3頭に徐々に迫ってくる3番のコーザンフォルテが今2番手集団の外、200を通過して前は抜け出した4番のアエノワンピース、2番手外から3番のコーザンフォルテが押し上げて、あとは5番のレオンが懸命に追い込んで3番手に押し上げました。先頭は完全に4番のアエノワンピース、今1着でゴリン、2着3番のコーザンフォルテ、4番のアエノワンピース、三鴨と則文騎手人気に応えています。2着は3番のコーザンフォルテ、3着は5番のレオン、その後ろは6番フィルハーモニー、1番ラブーシュカが並んだ入線で2番スズランステージが続いています。4番のアエノワンピース、見事人気に応えました。鞍上三鴨と則文騎手、この馬自身はアミラーレ、そしてアイノラスカルという血統、